じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。なあ、十分だ。ん？ん？誰だ？八神に怪盗だな。うわ、まずい。カムロ署組対の黒岩だ。なんでここに来るんだよ。カムロ町組織犯罪課刑事黒岩。お前らが無罪にしてくれたハムラは俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だからおかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。うん、どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。ああ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。いや、つうか別に今回別に八神先生弁護したわけじゃねえしな。ちょっと言いがかり的な感じもするけどね。そうか、でもこれ黒岩とは初絡みだったね。大丈夫かよ、タボ。ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。多分あいつは綾部のバイトもお見通しなんだろう。で、やりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に教令会をもう少し調べたい。うん？なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の教令会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち教令会には友達がいたろ。村瀬のもう友達になってんだ。村瀬のところに行く。いやいやいや、絶対に向こう相手そう思ってないだろうね。まあでも第一章で2回もやり合ってるからね。ということでこっから、そうか、刑事アートに行くんだ。まあ近いもんね。そうそうそう。ああ、こっちか。おお、誰かと思ってびっくりしたわ。海藤さんが後ろからついてくるパターンなんだ。ん？え？こいつ何？あ、キャッチかなんかしてんのか。なんかさっきなんか怯えてたように見えたから何かなと思ってたけど。タボ、この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。あ、またドローン行くんだ。今日の村瀬くんを覗いてやろうぜ。もう俺ら KJ アートはもう慣れたんだな。ネタ化してんじゃん、村瀬に対して。ん？一旦これ、ちょっと待って。あー、やっぱりね、見えない壁があるんだね、ここは。全部見えない壁。見えない壁が出てきた。これでもさ、こっから確か、行けたよね。はしご使って。よいしょ。中通っていくよりこっちの方が断然早いからな。さあ、今日の村瀬くん見よっかじゃあ。
ゴロン使って、って待って、いつの間に。よし、それじゃあ偵察してみっか。オッケー、鳩は俺が飛ばす。カイトーさんは人の出入りを見張っててくれ。さあ、ということでドローンですね。どうやって飛ばすの？あれ、こっからじゃなかったっけ？いや、カスタマイズとかレースとかそこ違うしな。あれ？ドローン飛ばしたいんですけど。あ、そういうことね。近づかなかったから反応しなかっただけか。まずは、ちょっと待って、よし、こうか。さあ、うわ、ごめんね、ちょっとぐらつきがひどいね。風が強いのか。よし、グラスいるよね。あー、ちょ待って、よいしょ。あー、危ねーもうボタン出たから押しちゃったけど。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。ん？動くな。うわ、やられたぜ。バレてたんか。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？海藤さん、どうするって、こんなのどうしようもねえだろう。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！おお、絶体絶命。にぎやかなマッチや。一二発撃ったとこで誰も気づかんで。お、こいつ初めて見たな。誰の命令できた？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん今日もってあんたは誰だ？いつも軽いみたいな。教令会若頭、塩やっちゅうもんや。あー、はいはいはい、言って名前出てたね、前に。教令会のナンバー2か。いずれナンバーワンになるって人だったよね。おい、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。おお。やめたまねしたて。って。そいつからぶち殺したれ。キムタク、まさかの。タボ。やれや。お。おお、来たー。すごっ。お前、不明男。なんで？だと思ったわ。驚いてる暇なんてないんじゃない？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞ、タバ。よし。まあでも今回はね、こっち3人もいるからね。まあ、とりあえずまずは演武で。大体さ、あれなんだよ、キムタク狙ってんだよな。いや、いい子じゃなくてさ。よし、
まず一丁。ちょっと待って、なんか観客みたいにいいんだけど。オッケー。うわー、ちょっと待った。これはないだろう。ちょっと待ってね。ちょっとこっちやっといてからの。ちょっと待って。ちょっと待って待って待って、キムタクがなんか腹を裂いてる。よしよしよし、またでもそれはなんか、そう、あ、そういうことだからあそこにいたのか。お前らやったれ、さっさと来いや。なんだよその動き。あ、やばい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 、それはまずい。ちょっと待って、また致命傷負ったよ。致命傷負うのすげえ多いなっていうか早い。しょうがない。ああ。ちょっと待って。てかなんかさ、剣持ってるやついる。いるね。いや荒いね。穏やかじゃないわ。ちょ、待って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 、俺に食うんだってか、なんだよその踊り。お前なんでか、ちょっと待って、ちょっと待って、いやなかなかっすわ。やべえな、これはやべえ。いやー強いね。しかし寿司詰めどんだけ食ってんだっていう。ですよね、かわしてるつもりなんだけどな。 OK、 かわしたりガード、まあガードはちょっとね破られてたりやっぱするよな。もういい、ズラガラス、タボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。いやマジでありがたい、ほんと助かった。どうした？うん、わかった。え、来んのかよ。ま、待てや、このままじゃ済まさんで、お前らヤクザ舐めとったら命がないで。おお、あ、こんなか、え、仮面取る、取った。仮面取った。さあ、お面が必要なほどブサイクじゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。ああ、全然知らないニューキャラだね。よし行くぞ。なあ、あんたら、なんでわざわざこっちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか。それは一番ここが…兄貴たちといるところを頭に見バレないっていうかね。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね、
大体そいつ誰です？名前は杉浦文也。元窃盗団メンバー杉浦文也。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた？言いたくないか？いや、どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。梶平？協力会のバックについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。窃盗団のメンバーが元梶平の社員だった。そのパターン来たか。うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。つまりこの杉浦は梶平グループに恨みを持っている。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのは何でだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって。いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。海藤さんまんざらでもなんか嬉しそうやな。調子良すぎだってなあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。いや、だいぶ助かるでしょう。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。番号知ってましたみたいな。なんで俺の番号知ってんだ。そうだよね、携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。八神探偵所。あ、一応事務所に戻るんだ。じゃあ杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。もう帰れよあんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。まあ確かにね、別に東いる意味なかったけどね。特には
さあ、じゃあちょっと事務所に戻ってみますか。なんか戻る最中にまた絡まれたりとかしないかね。事務所ん？ KJ アートに緑色がついてるけど、まあ、これは、まあ、あんまり行かない方がいいよな。あ、そうだそうだ、その前にさ、一旦致命傷直してもらおっか。今だってそうだよね、ちょっとなんていうの、体力がさ完全にマックスで回復しないようになっちゃってんだよね。ん？電話？ん？マスターから？もしもし。もしもし、マスター、何の用？おう、ターボー。ちょっと今面白いことになっててな。マリネーの身の上話が聞けるかもしれないぞ。おう、あの常連の、女性ね、いつも来てる。ん？は？マリネーの？ああ、そうそうそう、この人ね。あの人、身の上話なんてしないだろ。俺だって聞いたことないよ。今夜はいつもと違う、ターボー。お前さえいればな。どういうこと？今、客同士でマリネの正体を推理し合って、賭けをしてるとこなんだよ。だがみんなの推理はどうも的外れみたいで、名探偵の登場が待望されてるってわけだ。はあ、俺さっきテンダーに行ったばかりだよね。また来いっての。まあまあ、そう言わずにさ、賭けに勝てば一儲けできるぞ。じゃ、待ってるからな。頼んだぞ。切られちまった。強引なんだか商売上手なんだか、とりあえずテンダーに行ってみるか。あー、でテンダーに行き先変わるんだ。これで事務所に行こうとしてたけどね。さあ着きました。今回2回目のねテンダーだね。うん、ダンディーな中年だせ。じゃあ看護師？看護師が毎晩一人で飲みに来られるかな。忙しい仕事でしょ。何なのこれ。じゃあマスコミ関係でしょう。マスコミ関係の人だって毎晩飲みに来られるほど暇じゃないんじゃない。なんでみんな一緒にくじびかしげて、何のあれだよ。マスター。お、名探偵の登場だな。え、ターボー、どうしたの。マスターに呼び出されたんだよ。探偵だから推理は得意だろうって。お、参加する。参加費は1人1万円だ。見事マリネの仕事を当てたやつが総取りな。うーん、1人1万ってことは勝てば4万の儲けか。うーん、どうするかな。なんかノリが悪いわね。ターボーが参加してくれるなら面白くなるんだけど。よし、それじゃあ私は5万かける。誰にも当てられないってことに。陽気なマダム。気さくな青年。青年って感じでもないけど、 5万ってことは勝てば9万儲け。お、面白くなってきたね。ねえ、どう、ターボー、勝てば一儲けできるよ。やってみない。乗りましょう。ああ、マリネにそこまでされちゃったらな。よし、乗った。そう来なくちゃ。ふふ、それじゃあ私の職業当ててみてよ。当てられるものならね、存分に観察していいわ。ほう、なるほど、サイドケース。よし、マリネをよく観察して彼女の職業を推理してみるか。うーん、まずはん、なんで勝手に動き出してる。もうちょっと待って、例えば靴とか指輪はしてない。なんだ、お、安物の生地じゃないな。デザインも凝ってる。高級ブランドか。そう、生地感まで分かるってすごいな。毎回仕事帰りに着替えてくるのも手間だ。それに仕事に行くような服装でもない。だとしたら自由業だろうか。なるほどね。でもそんなに、これは、あ、ネックレスか。豪華な宝石をあしらったネックレス。かなりお高そうな代物だな。自分で買ったなら生活に余裕がありそうだ。それとも男にもらったのか。だが毎日一人で飲みに来てるくらいだ。特定の男はいない可能性が高いか。いや、そもそも結婚してる可能性はないか。もっと詳細にマリネを観察して結婚歴を推測してみるか。外
点から。え、でもさ、え、服調べた、ネックレス調べた、お、髪の毛随分と明るい色だな。少なくともお堅い職場じゃないだろうな。なるほどね。あ、結婚歴だからこれでしょ、左側の、左手こっちか。なんだ、お、指輪はしていない、つけていた跡もないな。つまり結婚はしていないと推測できる。よし、これは有力な情報だな。それとマニキュアをつけているな。つまりマネキュアをつけていても問題のない職業である可能性が高い。え、もうこれで終わり？早っ。え、ちなみにマスターグラスずーっと拭いてるけど、これそんなに拭かなくてもいいでしょっていう。なんかあさっての方向いてんな。これ誰が見たいんだろうね、このこの彼らのアップを。よし、これ終わりにするか。じゃあ、明るい髪の色やマニキュアから推察するにお堅い職業じゃない。指輪がないことから結婚はしていないと推測可能だ。装飾品や服を見るとお金には困ってなさそうだ。それと毎晩飲みに来てるってことは時間を作りやすい仕事をしてるんじゃないか。まあさすが探偵さんね、すごいな。じゃあここまでは当たってるってことふふ、どうかな。それを言ったらフェアじゃないでしょ。あ、お金に困ってないのは間違いないよ。実は俺見ちゃったんだけど、マリネこの前ブラックカードで支払いしてたよね。ああ、そういやそうだったな。ブラックカードか、すげえな。え、それって相当もらってないと作らせてもらえないもんだろ。え、そんなにリッチだったの。つまりかなりの高給取りで時間を自由に作れる仕事ってことか。だとするとマリネの職業は、廃人。いや、まあその線もありだよね。全然ありえるよね、別に。作家か。ジョイ、まあジョイさんもまあね、マニキュアしてても問題はなさそうだけど、でもどうなんだろうね。手術とかするってなるとさ、なんかね、手元なんかそのマニキュアとか塗ってるのあんまり良くないとかって、とか、あんまりこうなんか派手にしてるのをこう見せるみたいなのも、あんまりお医者さんとして、医者としてはどうかっていう風に、なんか周りから見られそうだよね。作家だとかだと別にね、なんかそんな問題ないもんね。そういうところには別に気使わなくていいし、作家なんじゃないか。愛人の線行ってみる。愛人の線行ってみたいな、ちょっと。まあでもこれ別に愛人って選んだところでさ、メリットないもんな別にな。よし、作家に行こう。これガチで作家だと思うな。実は人気作家とかバーにネタを仕入れに来てるんじゃないかな。なるほど、そう言われたのは初めてよ。あなたはそれにかけるってことね。ああ、ああそうするよ。それじゃあターボ以外の人たちは何にかけるの？じゃあ俺は税理士に。俺は専門学校の学園長にかける。じゃあ私はデイトレーダー。おお、なるほど、その線もまあなしじゃないよな。俺は不動産経営者にかけとく。まあね、不動産経営者もあるよだよね、全然。で、マリネ答え合わせは？残念、全員外れ。うそー、私の勝ちね、賞金をいただくから。うっそー、それじゃあこの辺で失礼するね、これから仕事だから。え、仕事？今から？うんうん、と言っても自由業だから行かなくてもいいんだけど。それじゃね。結局何者か分からずじまいか。うー、勝負になってないじゃないか。うん、私たち完全敗北ね。結局答えも教えてくれなかったし。なあ、ターボー、探偵なら尾行くらいお手の物だよな。え、それってまさか、そのまさかさ、
マリネを尾行して職業探ってみてくれよ。え、まあ、マジかよ。お、いいね、見事正体を突き止めてくれたら報酬も払うからさ。ああ分かったよ、仕事ってことなら引き受けるよ。そうなるんだ。まあ、ってことはさっきの中にはいずれにしても答えはなかったのか。ヨウターボー仕事なしか。いやいや、嘘嘘だろ。これ引き受けられちゃうんだ、この状態で。まあいいや、とりあえずまあマリネの後追ってみますか。お、お、いたいた。じゃあとりあえずつけてみるか。久々のスニーキングミッションですね。あるかな。一旦ここで、ん、あ、もう結構向こう行ってんな。ここだな。今どこにいる。あ、曲がってた曲がってた。いたいた。ん、この細い道入ってく。お、ぶね、よかった。ちょん、なんであそこでキョロキョロしてんだ。ちょ、邪魔だ。あ、結構なんかいろいろくねくねいくね。よしよし。なんかあれ、なんだ、ハンバーガー屋か。ハンバーガー屋の前で止まってるけど何してんだろうな。え、なんかあれ行かなきゃダメか。あー、ここに止まれってなってんな。ここか。あそこはマリネ、嘘だろ。高級ソープ、バルハランド。高級ソープならまあ儲かるかもしれないけど。お、ん、なんでマリネか。変な誤解はしないでね。このお店4階に知人がやってる隠れ家的エステがあるの。仕事の前にリフレッシュしようと思ってね。まさか尾行に気づいてたの？うん、つけてくることにかけてたからすぐに分かっちゃった。さすがマリネー、勝てねえわーマリネーに。まさか尾行に感づかれるとは。マリネー何者なんだよ。だがこの後仕事に行くならチャンスはある。今度こそバレないように、バレないようにつけてみるか。当然ながらマリネーに俺の皮は割れてる。とするとできることは変装ですね。でもさ、変装のさあれがあんまりないんだよね。なんつうの、このバリエーション的な。一応着ときます、これ作業服。よし、これならマリネーにも尾行が。いや、バレるでしょう。
いや絶対バレるっしょ。なんか他にないんかな、この変装のなんていうのかな、バリエーション的なの増やすのどうやるんだろう。またドン・キホーテとかに行ったらなんか買えんのかな。とりあえずここは何も見ないで行くんだね。で、うわー見えないなー、今どこに行った。あーでもなんか今止まってるかな、止まってるね。すっげー見づれ。なんかキョロキョロしてるっていうか一応周りを見てる感じだけど、あぶね、ちょっと待って待って待って、あぶね、あぶね。あ、ここに隠れるとこあったのか。うん、あ曲がってくね。よし、あちょちょ、うん、どこ行った。あそこか、車の後ろ隠れられるでしょ。 OK、 邪魔だお前やべ、すっげー見づれ。あーでも見えた見えた。いやーそれにしてもどこに向かうんだろうね、全然全然わからんな。一旦ここ？うん？暗くてわかんねえ。あれどこに行った？うん、完全に俺見失ってる。あーそこか。かすかに見えたな。え、ちょっと待って待って待って、え、あーそこだね。オッケーオッケー、あぶねー。あーそこなんかアーケードみたいに通ってくな。よっ、いるね。あの人は危ねえ危ねえここ結構隠れる場所あるかな。いや見失ってはないぞ。どこだ？ちょっと遠くて見えづらいな。曲がってったよねきっとね。多分曲がってったと思うんだよな、あれだよな。ここ行けるな。よし、ここ曲がってくんかい。よし、ここだな、こっちで。ん？あー知り合いか。おー危ねー。いや暗いな、見づらいな。気のせいかしら。
気のせい気のせい。まだでも行くのか。結構長いぞこの尾行ミッション。ん？今曲がってたか。ん？あ、いた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 。すっげえ水れ。小さ。こっち見てんのかどうかもよくわかんないけどね。あ、しまった。よし。いやー、ちょっと待って、隠れる場所あるかな。うん？あ、見てるね。あー、待った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 。あぶねえっていうか、また見失っちゃうじゃんこれ。ん？どこにいる今？すっげえ奥にいるよね。あ、ここ隠れられんだ。で、あそこか。よっ、よいしょー。いやー、やっとだわ。ん？あれ、これってあの釣り堀のとこじゃなかったっけ。なんかあの裏カジノが下にある、うん、あそこは釣り堀？ん？まさかカジノの経営者とかそのパターンある？あそこは裏カジノに入っていった。どうも、エアコン修理業者です。どうも。そうだそうだ、鍵があったんだ。まあ、持ってますけどね。ターボ、そんな格好しててもわかるわ。ターボ、ターボでしょ。やっぱりあの後もつけてきたのね。え、なんでわかったんだ。やっぱりそう、今回は気づいてなかったんだけど、ハッタリをかけてみたの。今度はハッタリかって、ね、それでわかった。これが私の職業。まさかギャンブラー。そういうこと。気まぐれに賭けに興じるギャンブラー。マジか。それがマリネの正体ってわけ。そう、そうだったのか。道理で賭けにノリノリなわけだ。最初は軽い気持ちで始めたんだけど、なんかトントン拍子で勝ち続けちゃってね。どうやら才能があったみたい。こっちで稼げるようになってからは事務の仕事も辞めちゃった。それでブラックカードを持つまでになったのか。すげえな。あなた正体を探れって頼まれたんでしょ。今回勝ったお金あげるから内緒にしてくれる。違法なカジノで荒稼ぎしてるなんて知られていいことなんてないでしょうから。ああ、確かに言わない方が良さそうだな。正体わからなかったって伝えておくよ。でもさすが探偵さんね、観察力は素晴らしかったわ。どう、今度本業の方で勝負してみる。いや勝てる気がしないのでやめときます。確かにな。いや、相当でしょ。ブラックカード持つぐらいまでさ、カジノで大勝ちしてるって相当だよな。あれ、マリネー、マリネーもういなくなっちゃった。マリネー帰るの早くね。まあいっか、じゃあまあ戻るか。よし、事務所戻ってきました。どうだろうね、これ事務所戻ってとりあえず要は明かすって感じになるのかな。そろそろまあね、一旦区切りにしようかなとかって思ってるので、とりあえずよし
お、なんかイベント入ったな。もしもし、八神さん、あの白崎です。珍しいな。お、沙織さん、どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや大丈夫、少し脅かしすぎたかもな。あの八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど、まあでも分かった、電話してみるよ。なんで？は？おかしくね？近くに携帯があるって感じだけど。うわー、なんか嫌な予感してきた。はい、新谷です。あ、新谷先生、今どこにいる？法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。あ、しかもこれで終わるんだチャプター4が終わりましたね。うわ、この終わり方なんだ。ということで、チャプター5、白昼夢っていうことで、次回、チャプター5に入りますね。うわー、マジかよ、ちょっとさ、鳥肌立ったわ。いや、たださ、気になるのが、あそこに新谷先生の死体をどうやって、誰がどうやって入れたかっていう話もあるよね。そもそもだって事務所にはさ、鍵もかかってたし、誰もいなかったわけだから、でもあえて八神の事務所にその新谷のその死体を入れたっていうね。これはなんかやっぱり、なんだろう、あえてそうしたっていう気しかしないので、この辺がね、多分チャプター5でこう明らかになってくんだろうね。いやー、ちょっとどうなんのかな。これでも初めてだもんね、ヤクザとかそういう人たちじゃなくて、カタギっていう普通の人たちでその目玉えぐられて殺されたっていうのは。いやー、はい、ということで、次回、チャプター5からやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。